お肉さんお誕生日っていうことなので、生誕祭でございます。ありがとうございます。いくつになられた？そこはね、大丈夫よ。20周年記念パック、まあ、遊戯王が始まったのがね、何時までもそれ10歳の、いや、短い短い、10歳の頃。アンダー30は。アンダー30は。じじいだよ、じじい。それでね、お誕生日プレゼントで、こちら、ご用意させていただきます。じゃあ、欲しいって言ったから、さっさって。おめでとうございます。お誕生日プレゼントの、ブージャンプさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。俺だと思った。うん。じゃあ、塩ビネクロありがとうございます。これは、向くやつだって。あ、ありがとうございます。まあ、冗談ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ついでに、あ、お店でくれたから、仕上げて。何これ放送し。なんだろう。いや、せめて放送して。あら、放送してもらえますかって言ったら、15分かかりますって言われたから、15分じゃあいいです。そんな時間かけてらんないんで。ありがとうございます。僕仕事の合間に買いに来たんです。仕事の合間に買いに来たの？買いに来ました。すごいね。ここだけで開けちゃいましょう。だからボリューム1開封までをみんなが見たいんだから。ああ、そうか。とりあえず中どうでもいいから来たいってのある。ああ、ちょっと分かんないんだけどこれ何結果見じゃない。ここなんか出ましょうぜ。どこ、え、そんなに、え、これ普通に上にこう開けるんじゃない？あ、それだけんの？え、こういう、こういうのじゃない。何の感動もなく開けちゃったじゃん、今。ほら。やってみて。デッキケースあれだね。すごいな。デッキケースこれ分かるかな？キラッキラしてるね。キラッキラしてるね、これ。あー。これ、ね、見えないと思うけど、この加工でね、サンダーボルトがまずここにあるんで。光の五風景が真ん中にある。そうそうそう。とかね、昔のカードがいっぱいこうバーって並んでる中の手前にブラックマジシャンという。この20周年の両側にブルーアイズとブラックマジシャンがあるのがすごい。ほんと、いるね。初期版なんでしょ。場所が、すごいいいところ。スリーブ厚。スリーブこれ何枚いるの？ 100 枚じゃないかな、これ。100? テンション上がっちゃった。で、マハード、20周、あれ？あ、20周で入ってないんだ、でも。あ、文字は赤だね。文字は、もいや、ちょっとそうだね。ここに20周って入ってするのかな。あれ、入ってる。入ってる。入ってる。入ってるよ、ここに。入ってる、入ってる。あ、こっちね、下ね。下、下。懐かしい。もう30です、ね。これ、懐かしいな。そうや、これが発売されたのが。ちゃんと書いてる。このパックは、遊戯王デュエルモンスターズ20周年アニバーサリーの同梱版です。このパックは1999年、発売当時のパッケージデザインを再現した復刻版のため、現在発売されている商品では異なる表記がございます。うん。あの右下の銀色のところとか、あ、そうです。とか、あと何だっけ、スタジオダイスが当時まだなかったから、高橋和樹だけだったんだよ。あ、そうか。そう。そうだね。あ、だいぶ。資金というのは拷問したい。このさ、上と下がこの灰色のがね、当時感がある。ねえ、すごい懐かしい、ね。めちゃめちゃ買ってたわ、これ。伊藤洋華堂で。伊藤洋華堂。リアルだよね。なぜ伊藤洋華堂？フレーワット入ってますよ。そうだ。せっかくなんでね、あ、広げます。ゆりさん広げて。あ、すごい。あ、意外にいいね。この上で。意外にいいね。この上で、ね、介護しよう。あ、レモンとかつってる。あ、ほんとレモンいる。あ、おっぴーろっぴー。ネモスいるね、ちゃんと。いるね。パワーコードとか普通にいるよ。パワーコードとかいる？ほんとだ。デコードもいる。デコードもいる。隅っこだね。隅っこだね。まあ、最新。ファイアウォール、ファイアウォール。ファイアウォール。ガイアク。ガイアク。豪剣がこんなところにひっそりいる。懐かしい。ミラーホースがすげえいいとこにいる。あ、一応ね、結構主役級が使ったカードで固めてんだね。そうだね。グランモール微妙に。うん、この辺にあるのからトポロジックアンフィスバイの足がある。ボリューム1ちょっと懐かしの回復します。回復いきますか。当時、ハサミなんか使わなかったから。いや、わかるけどさ、これパッケージ残したくない？あー、わかるけど、まあまあ、あげちゃう？あげちゃうか。いや、僕はハサミ使いますか。ちょっと当時感を出したい。わかる。はい、どう？これ今後プレミア価格になると思いますか？2回の場合。なるんじゃない？なると思う。ボリューム1のパックを開けたい勢が絶対いるから。うん、このパック、うおーならないよ。懐かしい。懐かしいな。やべえやん、雷族やん。サンダードラゴンに入る。お前適当なこと言ってしまった。なんで？ちょっと待って、なんで被るの？え、中身固定とかじゃないの？中身固定ではないです。暗黒騎士ガイア、ブラックマジシャン、落とし穴、ブラックホールがスーパーレアだったで、暗黒騎士ガイアとブラックマジシャンが確かウルトラレア、ウルトラレア。ジレアで伝説の剣とかが、あー、ジワレ、ジワレスーパーだよ、確か。ジワレスーパー、ジワレスーパー、まだどうじゃん。この旧的懐かしいな、うん、当時これゲームっぽいゲームがあってさ、
あの超やり込んでた。あのゲームボーイのゲームってまだ融合の概念がなくて融合魔法がいらなかったんだよね。いらなかった。で、なんかモンスターをひたすら出し合っていくだけのゲームだったんだけど、モンスターの上にモンスターを重ねるとたまにあの融合ができちゃって、うん、それで強いモンスターを出せて倒すっていうのが、想定外のモンスターになっちゃって、そうそうそう、だから失敗するとその元のモンスターが消えて上のモンスターだけ残るってことがあって、そうそうそう、なんだっけ、戦士族プラス炎属性で炎の剣士ができるっていうので、炎の剣士の1800って攻撃力が当時クソ強かったんだよ、うん、ギビナエルフとかまだいなかったから。で伝説の剣豪まさきの上になんかその炎属性を重ねればいけるって言ったから、うん、適当な炎属性パーンっていったら、うん、あの炎のやつのところじゃなくてなんか適当な本当に炎属しか引けなかったから、うん、重ねたら攻撃力750とかクソ雑魚が残るって昔のやつある。あった、あった、このノリで回復カードで出るでしょ。回復カードでいいか、それそれ面白いな。ブラックマジャーが良かった。ガイアと落としたんだった。意外にスーパーで入ってたよ。あららら、いう、うん、ファイヤーデビューだった。ファイヤーデビューってこれ、あれだよ、開封したモンスターでしょ、知り。まず引き分けですよ。引き分け、じゃあ、ファイヤーデビュー。700ですよ。600だから。100ダメ。負けだね。死者の上で。友達です。あ、100ダメ。100ダメージ。落としがなかった。ちょっと。死者の上で。あ、ブロックマンション。あ、マジで。いいな。あー。落とし穴で死者の上で死んだ。猛獣の。は。でもスーパーレアってその位置に入ってたっけ、昔。一番後ろだったよね。一番後ろだったね。だから多分現代仕様になってるんだよ。なるほど。いや、ブラックマンション出たよ。テキストあれフォント変わってない？フォントが違う、ちょっと。フォントはちょっと違う。フォントがね、多分現代版のフォントになってる。いや、ブラックマンションこれ懐かしい。あ、ブラックマンションいいな。じゃあそれ僕持って帰るんで。ええ本気で基本的なブラックマンションいいよね。いいね。ね、やっぱかっこいいよ。攻撃力、守備力ともに最強、最高クラスって書いてあるけど、うん、あお察し。うわ、使いたい、使いたいよね。なんか絶対弱いんだけどちょっと使いたいね。使いたいね。懐かしい。超持ってた、超持ってた。でトップポジションだった。あ、2発目サウンドキッズ。あの見える位置でっけ。アラサーが、アラサー手見ただけで争って分かる。死者の腕引いちゃった。怒りの海洋懐かしい。デスウッド懐かしい。みんななんかこれを引くと外れ枠だったよね。意外に強い。あ、落とし穴。あー、負けた。俺のアドバンテージ負けた。落とし穴と猛獣の歯は同じ。歯はセットなんだよ。ってことはここスーパーアリアの方だった。うん。お、光ってる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 光ってめっちゃ使ってた、うん、昔攻撃力高かったんだよね。うん、そうです。はい、どう、あ、ごしがいや、あ、ごしがいや、いいね、いいね、めっちゃ持ってた。わかる。暗黒試合は昔強かったな。強かったな。でもこれ攻撃力曲げてんだよね。そうだね、うん、これをあえて出す意味はなかったんだよね、うん、ただ光ってるカードが当時は貴重だった。貴重だった。全然出なかった。ウルトラレアの事件で、ね、持ってたら勝ちだったな。父さんと僕おそろ。おそろだよ。はい、中身もしかして決まってんのこれ。いや、でも落とし穴のブラックホールの可能性があるから。ああ、そうか。でもスーパーとウルトラは確定なんじゃない。あ、なるほどね。何かが入ってる、何かが入ってる。あと支援の鍵も出た。お、眠り子懐かしい。なんか融合者だったそれ。燃え要素。あ、なんかいた、なんかいたね。なんか融合者でバカでかい残白刀みたいなって残白刀残白刀みたいなの持ってる。一号限定やないか。女のキャラが映ってるやつ。なんか、あー、なんかいたわ。なんかいたわ。なんかいたね。なんだっけ、残滓の乙女かなんかで融合して、なぜ攻撃力が200しか上がらない。しか上がらない。うん、そうそう。融合の意味とはってなるんですね。ハニワ。ハニワ懐かしいな。懐かしい。あ、ファイヤーで。懐かしい。初電着。懐かしいな、本当に。めっちゃ使ってた。なんか地味に。あー、それもめっちゃ。イナチのその、ね。懐かしい。なんだろう、最後。では、秘術の章。まあ、ブラックマジシャンにつけたいね、これね。あ、あれじゃん、よくあるんです。なんかどうでもいいスターができないって。うん、そう言わないです。はい、どんはい、どんミスなよ。ポセイドンさ、出てもいいけどさ、水属性いなくない？ほんとだ、俺これ使えないじゃん。君は使えるね。もう水属性はよく言うからね。でも、文字の歯が逆に使えない。獣いないね。獣いない。あの、つれづれなるままに体仲間内でリンクしちゃってる人だと思う。カード仲間の間ではあんまりいないかな。シャドーバースがやっちゃうからね。本格派の人だって。遊戯王 OCG をやめちゃった人たちは割とリンクスをやってたりとか、うん、あとは、ソシャゲをやって
流行は知ってるけどやったことはなくって、うん、ソシャゲで始まったからやってるっていうパンピーの人も結構いる。パンピーって言わない。スチームヒーラーは俺は言うさ。スチームヒーラーあったね。当時さ、東映版が出たチョコだったから、俺ずっとこれパチモンだと思ってたんだよ。こっちが本物。裏面がこう、うん、こっちが本物になっちゃった。正式に言うとカードゲームしてやったのはこっちが最初なんだけど、うん、ずっとね、パチモンだと思ってた、俺。すごい。俺、アニメこれあれだよね。後々みんな的にはわかるけど、俺、ね、あれ予言してるよね。あー、そうね。そうだね。俺、すごいな。俺、すごいよ。何かわからない人の動画を見て。今後あ、上がると思う。動画が、マンモスの墓場、種族見ると、笑うぞ。え、マジで？アンデッドじゃないの？マンモスなんかそっちだってね。恐竜族だった。お前、死んどるやん。俺、死んどるやないか。え、マジで？おー、すげえ。よく気づいた、この牧野さん。よく気づいたな。恐竜族なのこれ。いや、でも俺はこれ結果的にブラックマジシャンじゃねえ。あの違いで正解なんで。正解だな。何がわからない人は、今後上がる動画を見てくれ。答えは全部出てる。来週の大きい。来週か、再来週に上がる前の動画を見てくれ。当時のことが分かるやつらって実際20周年だから僕らぐらいにならないと。そうだね、アラサー近い、まあ、だからあでもあれじゃない、その後始めた生もいるから、お兄ちゃんがやってた、多分そのお兄ちゃんがやってたのを見てた生とかいるじゃん、兄弟が、うん、だってもう次の段出たら9パック出なかったからね、前はね、まあなんかいいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。このメーカーの興味があったら集めてみてください。はい。集める。買ってみてください。一旦ここでは。